まあ、渋いなって思った。渋いし、は声も渋いし、トラックのチョイスも渋いし、リリックも言い切ってるしね、やっぱね、自分なりに。ソウルズ欲しいとかもね、思ったから、安定してたよね、やっぱあの頃から。そうですね、フローがね、ブレないもん持ってる。確かにブレないっていうところは今回のアルバムを意識したっすね。うん、アルバム出して頑張ったなっていうのも分かったし、でなんかね、手伝いできれば。トラックメーカーっていうのは、まあ、吉祥寺で、まあ、知り合ったんですけど、うんうん、まあ、その辺界隈で活動してる時に、ワープ、ワープとかですね、うん、でメドラっていうグループの、まあ、ラップもしつつ、まあ、トラックもやる人で、メドラね、はい、で今はまあ長野に住んでるんですけど、うん、まあ、ソウルズから提供してもらって、まあ、いろいろそのメディアだったり、まあ、あとまあソウル君の動き見て、まあ、今回もやっぱちょっとファンキーなところを調査してもらおうかなと。なるほど、はい、要チェック、うん、じゃあギッシャー君から曲紹介を。はい、じゃあアルバムホワイトラインから、アンスタボーマーネリミックスフューチャリングオジバ、ちょっとだけ、ほんとちょっとだけ出します。少しだけね、パンチラ程度、パンチラシット。いや、聴いてくれ、アンスタボーマーネリミックスフューチャリングオジバ、イエーイエーイ、Unstable Money Remix OJIPH。難しいができない仕事じゃない、羽伸ばす間を死んだ分はシャイン、休んだ分は前に出ない。